悪いの？悪いの？悪いの？でもね、あの今ほらほらこれお出し台来るからちょっともう一回来る。ごめんね。はい、来る。ありがとう。もう一回もう一回。清水ですか？清水のスタッフですか？じゃなくて、はい、皆さんのお見送りしてきてくる。はい、はい、どうもありがとうね。はい、クールじゃないから頑張れ。もう間もなくこちら正面ステージは成瀬義久投手が登場します。皆さんぜひお帰りにならずに、久しぶりのホームゲームですからね、たくさんのファンの皆さんで本日のヒーロー成瀬投手をお迎えしましょう。そしてこのステージではですね、勝利の報告をよろしくお願いします。今日は打線に援護してもらったんで、まあ10勝の半分の5勝に到達しました。ブラボー。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ本当にもう成瀬投手ちょっと久々ですね、こちら来るの。まだ2回目ですね。そうですね、去年の最多出演ですからね。去年何回でしたっけ？去年でちょうど来ましたね、8回ぐらいかな。おー、イエーイ。これがそうですよね、はい、まだ半分ありました。頑張って来てもらえよ。あと5、6回は最低来ていただかないと。もう全部そうですね、周りに投げた試合は全部勝ち投手になって、はい、まあ、ここに行きたいですね。そうですよね、はい。さあ、そして交流戦も終わりまして、またパ・リーグのペナントレースに戻りましたが、はい、交流戦振り返ってどうですか、成瀬さんの中では。そうですね、まあ、自分も正直驚いていることがあって、はい、まあ、神宮で単塁打を打ってしまったことが、はい、ちょっと大変だなと思いました。あの時は僕実は観客席で見て応援してたんですよ。で、なんか今日みんなで今日絶対これになるって打つよみたいな話をしてたら本当に失礼しました。まあもうセカンドベース回った後からもう足が動かなくて、もうスライディングも、はい、高校以来だったので高校以来のちょっとやっぱちょっと足がすりむいてしまった。すりむいた。はい。練習しないですもんね、普段スライディングまで。しないですね。むしろそういうことはないですからね、打つことはない。全力疾走する成瀬投手を見ることすらないですもんね。そうですね。全力しつつも全力じゃないように見られてしまうので、まあそれはそうかなと思いますけど。そうか。はい。そしてね、去年の唯一の去年黒星を喫した横浜にも今年リベンジできましたし。はい、そうですね、スタジアムで、そうですね、初登板は、はい、まあ、横浜スタジアムだったんで、それで勝って、去年負けたんで、はいはいはい、まあ、白黒、白かなみたいな、まあ、自分に言い聞かせましたね。なるほど、はい。さあ今年まだ、まあ、もうじき半分の折り返し地点になってくると思うんですが、はい、まあ、この後オリンピックとかもいろいろあると思いますが、はい、今後の野球慣れてたし、どんな思いで投げ続けますか？そうですね、もう投げるからには全部勝ちに行きたいっていう、まあ、それは毎回いつも思ってるんですけど、はいはい、あとはその自分が納得するピッチング台を、はい、しっかりすることと、はい、あとはそうですね、ファンの人にもうちょっと認めてもらいたいなと。なるほど、思います。なるほど、オリンピックで勝つしかないでしょう。そこに認めるエースだと思いますが、実は今日、まあ、はい、7月7日ではないんですが、はい、今日から3日間七夕をモチーフにして、はい、マリンスタジアムが演奏してるんですが、はい、実はね、こんな演出があるんです。どうぞ。あ、まだまだなんです、これ。あ、そんな中、成瀬投手の小さい頃、はい、監督に書いたお願いって何かありますか？ああ、そうか、もう僕正直ね、いいんですよね、書いたもの。ちっちゃい頃も野球で必死で、はい、もういつも雨降っても野球みたいな状態だったので、はい、書いた方がないんですよ。短冊書いてる暇に投げてたみたいな感じですかね。短冊たび書く暇があるなら練習するみたいな。それが今の成瀬さん生んでるわけですね。そうじゃないですか。なるほど、はい、もしじゃあ今短冊にお願いを書くとしたら成瀬として何を書きましょう？そうですね、まあ、その今ファンの人に優勝っていうのはもちろんなんですけど、はいはい、
マリンスタジオよりもうちょっとファンの人が見に来てもらいたいなと。はい、勝利と集客みたいな、はい、まあそれは勝つのは優勝するクライマックスでの当たり前だと思うんですよ、はいはいはい、ただ本当に自分投げる以外の時にも来てもらいたいなと本当に思います。なるほど、花火見に来るだけでもいいんですよ。なるほど、はい、見に来て野球も楽しんでもらって、そうですね、初めて見る人って結構やっぱり野球っていう人が多いんで、はいはい、それと共感したいなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。さあそれでは最後に今後の意気込みをもう分厚く一言ガーンと思ってください。そうですね、まあ今日勝って今2連勝なんで、明日勝って、はい、明後日勝って、はい、今ちょっとチームがいい状態じゃないですけど、はい、まあここ最近あのチームのいい状態だと思うん で、上がってきたと思うんで、はい、あとは上に上がるのみだと思うんで、本当にマリンスタジオもそうですけど、はい、ビジターの時にも本当に応援よろしくお願いします。僕もっと頑張ります。